パナイスゲーム、ゴールデンウィーク、爆死しまくって寝込んでいた井上です。今回はですね、ウィングガンダムゼロ、エンドレスワールズバージョンの、ね、ビッグバージョンが今回ね P 属性で出ました。こちらのねガンブレフェスの方ですね、もうすでに引いてるんですけれども、7パーツ構成になっております。現在の獲得状況はこのような形でございます。ちょっとね一番欲しいパーツが、ね、頭部だったんですけれども、まだ手に入っていないという状況ですね。はい、まあ、そんなことを踏まえてですね、今回の V 厳選ということでですね見ていきたいと思います。まず1番はこちら頭部でございます。こちらですね耐久値がちょっと低いんですけれども、その分射撃攻撃力と、ね、格闘攻撃力がなかなか高めになっているんじゃないかなというところでございます。続いてですねパーツ特性、射撃攻撃力が1万以上の時、小隊の EX スキルの威力 35% 上昇というね、これが多分一番欲しい理由ですね。小隊の EX スキルを 35%、 しかも射撃とか格闘関わらず、威力を上げることができるという超注目のパーツ特性になっております。そしてですねロングライフルカテゴリー装備時 EX スキルの威力 40% 上昇ということでございます。これもねかなり強いんじゃないかなというところですね。ワードタグが専用機ガンダムタイプになっております。はい、続いてですね、こちらでございます。ウィングガンダムゼロ、腕でございますね。耐久値ねやっぱり低いんですけれども、その分ね格闘攻撃力と射撃攻撃力高めなのかなというところでございます。射撃攻撃力はね8200という、ね、かなり高めの数値を叩いております。でこちらの注目ポイントは、ロングライフルカテゴリー装備時 EX スキルの初期チャージ 20% 上昇と、格闘技ダメージが 10% 上昇する代わりに敵前期のクールタイムを 23% 遅延というね、遅延と初期茶がね両方ついているというね、かなりお得なパーツかなというところでございます。で個人的にはねワードタグも非常に面白い、面白いというかね欲しいなというところですね。専用機高火力となっております。まあね、P 属性の射撃機で高火力と専用機を揃えてるんで、これに入れ替えたいなというところもあって欲しかったんですけれども出ておりません。はい、続いてですねこちらでございます。脚部ですね、格闘攻撃力7945、射撃攻撃力6946となっております。パーツ特性の方がですね、パワー、磁気の属性がパワー磁、小隊のクールタイム 19% 減少と、これもいいですよね。やっぱり小隊全体の、ね、クールタイムを軽減できるっていうんで、他のね、なかなかそうですねクールタイムを 100% にできてないなっていう時にこのパーツを入れることで限りなく 100% に近づけたり 100% にしたりすることができるっていうね、非常に使いやすいパーツでございます。で時期が A 専用機の時に、敵の EX スキル、軽減率 40% 低下ということで、これ EX スキルのねデバフみたいなものだと思うんですけれども、これも非常にね噛み合わさっております。はい、でワードタグが A 専用機高火力でございます。はい、以上がですね今回特に注目している3パーツかなというところでございます。まあ、他のパーツもかなりいいものはいいんじゃないかなというところですね。こちらもですね、そうですね、敵の全攻撃の軽減率が下がったりする、まあ、バックパックなんですけれども、で射撃攻撃力も高めですね。非常に面白いいいパーツなんじゃないかなと思います。しかもねビッグになった羽をね装備するとめちゃくちゃかっこよくなると思うので、これはね手に入れてよかったかなというところでございます。あとね補足なんですけれども、今回ツインバスターライフルが2種類ありまして、1種類目がこれ今ね所持数7ですね、すいません。こちらがまずねツインバスターライフル最大出力となっておりますね。これがね正面にバーって撃つようなビーム射撃ですね。はい、でこちらがね皆さんもご存知ローリングバスターライフルと、広範囲のね敵にビビャーっと撃つような貫通 A プラスの威力、 B プラスのねいい感じの EX スキルになっておりますので、ぜひね、合わせて狙っていただければと思います。まあ強いて言うと今回このボディがちょっと、そうですね、まあ、ボディのねパラメータは悪くないんですけれども、そうですね耐久力がちょっと低いところと EX スキルのねゼロシステム、これのねちょっと覚醒系の
EX スキルがちょっと残念かなというところでございますね。回復とかついたら面白いかなと思うんですけれども、まあ設定的にちょっとありえないのかなというところがありますので、まあほぼでも全部当たりなんじゃないかなという形で今回はね締めさせていただきたいと思います。以上井上 TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイルガンブレフェスリングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン B 属性ビッグ編でございました。ご視聴最後までありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。